が。早く押さえて、ちょっとあんまり読んでないのに。バカなのかお前は。バカ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 。どうした？いいですよいいですよ、その感覚いいよ大塚さん、いいよ。何これ、いいよディズムいいよ。なんかボディビルだ。切れてるよディズム。状態にしろ。重し作戦か、やっぱ。よいしょ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 い。あ、惜しい惜しいよ。ま、上押したら立ちそう。あー、行き過ぎー。ヒーローを救え。無理だ。救えねえ。あー惜しい。え、惜しい。あー惜しい。あー惜しい惜しい。あーあーあー。寝床作ってんじゃないのよあんたの。立ちなさい。立ちなさいシンジ君。無理だよミサコさん。うるさいわ。立ちなさいシンジ君。こうしてで、グリグリして、よいしょ。あー飛ばないなー。え、むずい。ここそこムカついてきたから、とりあえず嫌がらせに落としとこう。ほら脳天直撃。わはー、どこ行った？あの、どこ行っちゃったんですか？え、帰ってこないんだけど！は？何あいつ？ナイスー！ナイスナイスー！やばいよー！どうしたんだー？もう、自分が一体何者なのかがわかんない。そこまで？ジガが気を、確かに。あなたは花丸千代、天才なのよ。花丸は、天才。花丸千代は天才なのよ。天才なんだよ。そのボイスを毎日聞こう。毎日聞こう。確かに、確かに。花丸千代は天才なのよ。何にも一番じゃない。待って、花丸以外納品みんな24だ。え、嘘。花丸だけ。レッドオーあ、しおちゃん、あ、あ、あ、このタイミングで腹丸ちょっと お手洗いに行ってきてもよ、良いでしょうか。あ、どうぞどうぞ、なんでそんなお騒がせ。いや、お手、あのちょっと眠くてモンスターを飲むなどしたらお手洗いに行きたくなっちまったので、ちょっと行ってきて。ぜひ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 、気をつけて、気をつけていってらっしゃい。気をつけて、気をつけるの。なんか待ってる。本当に24、24、24、17だし、デス数がマルチ以外ゼロだ。本当だ。スクショ撮っとこう。あとで衝撃の事実を教えてあげないと。あ、入ってきた。入ってきた。入ってきた。ありました。すみません。マルチさっきの戦績見て。え？いくら以外も私たち3人お揃いなんだけど、わかる？死んじゃうよ。泣いちゃう。泣いちゃうよ。ふうふう言ってる。ふうふう言ってる。ふう言ってる。花丸だけ4回死んで。他の3人で死んでないみたい。死んでないかも、花丸。死んでないかもしれないか。死んでない。死んでないか。死んでない、死んでない。すごいよ、弓だよ。すごい弓編成。待って、弓、うわ。しかも、なんで私はラクト。花丸だけ、そいつ、なんかも
あれ仲間外れがいるな。クマさんもいじってきてるかも、花丸のこと。そうね。許せない。ちょ、片パ、お、ナイス、ナイスを送れ、ナイスを送れ。あ、うわうわう、バカ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 どうした。まあ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 、急に急にどうした、ピスられた。いえ、なんでもないです、花丸じゃないです。なんとヴィレッジヴァンガードさんとハミューズミユネルがコラボしてグッズが出ます。やったー。今月の23日日曜日まで。うるせえ、黙ってろ。よし。Yes, Joe, I got it. ほら、黙っててもらおうか。よーし。あ、ファルト。うるせえ、黙ってろ。バカ誰か。ああ、バカ誰がいい。キーがねえ。なんとかしてくれ、これ。なんだ、バグってる。ねっ、黙ってろ、てめえらは。やばい、死体の山が築かれてる。あいて、ででででででで、で、僕は死ぬ。おー、眩しい、すっごい。いや、ちょい危なすぎんか、これ登る。あー、そういえばこんなことできたわ。はい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 、思い出してきた。で、こうで、一旦、登っ、いやいやいや、違うやん、登る、いや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 、上に登れよ。バカなのか、お前は。違うだろ、そうじゃねえだろ、何やっとるんだバカタレが。ほんとにこうだ、はい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 、オッケーオッケー、ワンツーワンツーじゃねえんだ。はい、皆様、グッドミューニング、羽生寺ミューネルと申します。この度はなんか誕生日から1ヶ月遅れぐらいで送られてきたゲームをやります。はい、じゃあ送ってきた人、はい、自己紹介どうぞ。はい、ダイモンジリュゴンです。はい、いつやってくれるのかなと思ってたんですけど。やるとは言ったじゃん。なんかゲームっていうかストーリーが良かったっすね。はぁ、あ、はぁ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 。なんかクトゥルフ神話結構好きなんで。あー、クトゥルフ神話わかんないけど大丈夫かな。なんか別にクトゥルシーンは分かんなくても、なんていうんですかね、雰囲気的にその小説っぽいというか、うん、映画っぽいというか。ててて、足つるつるつる。何してんの一人で。あー、ちょっと待ってね。一人なんかしてる、覚えてないわ。何この後。影、それ影。え、これは影か。ダニエルなの？なに、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 なんか、なんか破られそうですよ、ドアが。早く押さえて、ちょっと、あんまり読んでないのに、あんまり読んでない。もう、A 連打したから、あんま読ませに飛ばしちゃったじゃん。ここがトイレ。ドキドキする。笑ってる。泣いてるんだと思いますけど、ちょっと心配だな。見に行ってみません？どうした？話を誰かに聞いてもらって。あ
かくれんぼ。ダークネスかくれんぼ来た。ダークネスかくれんぼ来た。ちょっと落ち着く時間が欲しいね。ちょっと待ってね。俺はダークネスかくれんぼ中にミネルさんがもう一回叫ぶことに100万円かけてもいい。いやだ。いやだ。そんなのできない。周りを見渡して身を隠せる場所を探せ。もうここだって知らないもん。初めての部屋だもん。いや、今まで隠れられたところってどんなとこでしたっけ？机の下とタンス。そこタンス見えておりますやん。でも叫ぶんでしょ。まあでもそれはやっぱダークネスかくれんぼしてみないとわからないっていうか。まあ一回トラブルダークネスしてみましょうよ。トラブルダークネスはエッチなやつじゃなかったっけ？ダークネス息を殺す。なんだよ、ダークネス息を殺す。ダークネス息を殺すだよ。なんか聞こえる。なんかいろいろ飾ってある。お面とか。もうそっちの椅子の岸本にもびっくりするし、くしゃみにもびっくりするわ。失礼しました。ダークネスくしゃみが出てしまいました。ダークネスくしゃみびっくりするから。皆さんこんばんは、経典同時クラブのディズムです。とうとうブラックホールも最終回、カッコ仮が始まったのが2020年12月10日だそうでして。すげえ、なんで知ってんの。2年と4ヶ月ですか。だからだいたい 4,5 ヶ月ぐらい経ってるわけなんでございます。とうとう宇宙もね、もう遠く遠くまでやってきたという感じでございます。それでは今日も天文学者林さん、宇宙見習いともしかさん、よろしくお願いいたします。はい、どうも、天文学者の林です。ガサトムシカです。最終回の割に始まる前、ずっと健康の話してて、ブラックホールの話一切しなかったけどね。これね、でもうちのメンバーでもよくなんでそうなるのかって考えてたんですよ、林さん。はいはいはい。やっぱ30代過ぎると健康の話しかしなくなる。巻き込むなよお前らに。おっさんたち。この宇宙の遥か彼方に境界があると仮定した場合、その境界に含まれている情報が内側の情報を決めているというか、同じことだと示されたわけです。うん。なんかでも、どうなんだろう。まあ、2次元から3次元が決まるっていう話には帰結しない気がするけどな。まあ、もうちょっと、ま、見てください。うん。はい。今は、そう。そう、ともしかさん、いいよ。いいよ、今、ともしかさん、いいよ。あ、今のツッコミは正しいんだ。うん。この感覚。まあ、同じイコールってことを示したわけだから。そうそうそう、イコール。どっちの方が上ってこともないよね。うん。現段階ではね。どっちが先とかの感じはしない。その感覚はいいですよ。いいですよ。その感覚いいよ。大塚さん、いいよ。何これ。なので、まあ、要するに、まあ、ブラックホールの話だけではなく、宇宙全体でホログラフィック原理が成り立つと、いうことを発見したわけですね。ブラックホールに限らずっていうことの話か。そうそうそう。でもこの図がめちゃくちゃ分かりやすいけど、この0と1を書き換えた場合さ、もし書き換えられる場合さ、ワンチャン万有引力なくなるみたいなことでしょ、法則的に。書き換えられた。ディズム。え、何？え、いいよ、ディズムいいよ。なんかボディービルだ。いいよ、切れてるよディズム。マジ？非常にいい着眼点です。マジ？やばいよこれ。結構衝撃だよ、本当に。長らく我々はこの宇宙の基本的な力っていうのが、強い力、弱い力、電磁気力、そして重力の4つだと考えてきたわけです。で、この世界をより正確に理解するために3つの力を記述できる量子力学と一般相対性理論を融合させようと努めてきたわけです。たとえ2次元先行の世界だったとしても、この世界では超弦理論はあるわけだから、
超弦理論を解き明かしたらこの世界がどっちなのか分かるんじゃない。で、超弦理論を頑張って完成させようという必要はなかったのかもしれないという。そんなことないよ。みんな偉い頑張ってて、超弦理論は必要だよ。困った時の超弦理論だったじゃん。そうだよ、みんな。ということで、まあ、今回の、まあ、そのホログラフィック原理ということで、って考えると、まあ、我々が存在すると思っていた重力というのは、境界面の量子現象を像にした時に現れる副次的な力なのではないかとは、考えられるわけです。さっきおっしゃってた。他の3つのね、ディズムさんもさっきも鋭いね、この3つの基本相互作用と統一ができなかった、重力だけがなんか他の3つの力と違いすぎてたっていうのは、そもそも重力が基本相互作用ではないからなんじゃないかと。違うよ。なんで長らく重力っていうのが他の3つの力と水と油だったのか。ただ他の3つと水と油だけだっただけ。なぜって意味じゃなくて、なぜって考えなくて。どうしてグラビトンはまだ見つかってないんでしょうか。ないから。やべえ、グラビトンなんてないから。重力はそういうものなの。じゃあ重力ないんじゃないの。重力はそういうものなのに、そういうグラビトンとか、その物質もないし、ただただそういうものなのに、え、水と油ってことは重力なんてないんじゃないのって言われるのは、重力がかわいそう。重力の気持ちも考えてよ。でもそもそも重力っていないんだよ。いや、存在はするけど、あなたのイマジナリーフレンドなんじゃないの、重力って。え、イマジナリーフレンド。重力って実は何とかっていうのと何とかっていうのを混ぜて何とかしただけで。何言ってか分かんない、それは。どういうこと。電磁気力と強い力と弱い力がこう、なんかこんな感じでフェって関わったら重力っぽく見えるんだよ。え、理解、自分のさ、理解できない範疇外、理解できる範疇外のことをさ、はぶっとい、勝手にはぶっといてさ、そんで重力が存在したんじゃん。でも、それで説明できてんだもん。おかしく、じゃあさ、教室の片隅で本読んでるやつは存在しなかったの、あいつは。いなかったんだよ。もしくは存在しなかったってこと。かわいそうだ。いなかったんだよ。そんな。いや、理解できないからってはぶるのは。そうだよ。でも、いないんだからかわいそうになる必要ないのよ。そうだよ。ああ、いじめっ子だ、いじめっ子だ、こいつは。最低。いなくても説明できるんだから、この世界を。確かにそれはね、合唱コンクールでそいつがいなくても合唱コンクール成り立ちますよ。ただ、そいつ確かに存在したわけ。最初馴染めなかっただけで。してないんだよ。誰とも関わってないならいないのと同じじゃん。え、それは、そんなやめて、ちょっと俺が苦しくなってきた。いないんだよ。いや、そんなもずっと、じゃあもう一緒だ。今までと一緒。その事象の地平面の中身は存在しないとしてもいい。事象の地平面以外のことが存在しないとしてもいい。考えなくても考える必要がないから。考えるのを放棄するだけ。そいつは思い出せません。でもいたの。どういう性格だったか覚えてるか。覚えてません。どういう性格か思い出してるか。本当に実在するのか、その人間は。それよりだってここにいるじゃん、友近がさ。え、友近さんは必要な人間だよ。林さん、俺たち3人が、うん、3つの基本相互作用なんだよ。やっぱ重力ないじゃん。ということで、重力などという力は存在しないのではないかという話になってくるわけです。はい。え、めっちゃ林さんからラブ飛び交ってるんだけど。え、ちょっと前からなんかコメントで、コメント欄になんかそういうの出るようになったよね。そうそうそう、ね、なんかスタンプ押せるのコメントで。ハート飛び始めた林さんから。ホーキング放射です。私のこの表面、紙と、じゃあ林さんちっちゃくなってんの？ここから何読み取ればいいの？いや、まあ、宇宙やばいラジオ。ブラックホールの話は今日で最後ってことだよね。ねえ。はい。いやー。もう我々はブラックホールを知り尽くしました。また新しい事実が出たら、じゃあ続きをということで。え、テストはやんないよね。無理だよ、この範囲は。いいよ。22回だからね、1回2、3、3、3、ここまで頑張った。もう十分だ。よかったー。2人はもう免許回転だ。やったー。やったー。天文学者です。おこがましいとは思わんかった。メイント関係って言ったから。はい。じゃあ、なんか最後にいい感じのあれをお願いします、お二人。なんか宇宙のことを22回、ブラックホールのことを22回学んできましたけれども、ええ。どういう話をすればいいのかな、こういう時で。宇宙を知って良かったことといえば、うん。やっぱ、あ、いいね。賢く
なった気分になれるっていうこと。気分っていうか、まあ、実際賢くなったでいいんじゃないですか。知識は増えたけど賢くなったかっていうと、見方が変わるよね。見方変わった変わった、うん、この今映ってる背景ブラックホールはこういう見え方してるのが多いじゃないですか、画像で検索した時、はい、なんでこの形をしてるのかとか、うん、黒い猫の目はあそこどこが膨らんでてだとか、ね、その理由が説明できるようになったってすごいことだと思いますよ。いやありがとうございます。もうなんかこうちょっとこう夜ね、飲み会の会員でも空を見上げた時に、うん、その皆さんの見つめる夜空の解像度が少しでも上がってたら俺は幸いです。いやでも本当にそうだ。かっこいいこと言っちゃった。かっこいいこと言っちゃった俺。ハート飛ばしながら言ってんじゃねえよ。放射が宇宙やばいっていうのがこうよりこうちゃんとこう輪郭を持ってやばさを感じることが。宇宙でかくてやばいって思ったけど、うん、やばかったわ、シンプルに、うん、ガチでやばかったよね。ねえ、最終的になんか世界の根幹を揺るがし始めたからな。最終的にね、時間とはとか話になってきてね、重力とは、世界と、うん、存在とはみたいな話に、ね、なってきちゃったね。はい、全40回以上1個にまとめた動画とか誰か作ってもらって。無理に決まってんだろ。これ総集編何時間になるの。何時間になるんだよ一体。だよな。じゃあ皆さん本当あやさんリズムさんも含めおにいらっしゃる皆様も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの。